ご視聴ありがとうございます。ゼルダの伝説、ティアキンをですね、進めていきたいと思います。ここは雪原のですね、馬宿の、ちょっと南側にあります、忘れ去られた神殿かなっていうところがありまして、まあ、前回はここあれですね、なんか動かなくなったガーディアン、まあ、攻撃はしてくるんですけど、それがすごいたくさんいて、で奥の方にですね、巨大な女神像があって、でなんか祠があったんですよね。なので、まあ、ちょっとですね、まあ、近くまで来たからちょっと気になってましたので、まあ何にもないでしょうけどと思ったらですね、ここにですねロバちゃんがいるんですよ。これっていうことは来てるんですね。やっぱり気になってはい、失礼しました。ですね、これでまあ最悪なんか祠の1個や2個あればいいんじゃないかなと思ってですね、そんな感じで来ております。花粉の季節が終わったのになんでこの鼻がぐちぐちしてるのか。はい、失礼いたしました。はい、でですね、この忘れ去られた神殿なんですけど、まあインパが来てるんですよね。だからってことは何か竜の涙、要するに何ていうんですかね、この地上絵に関するものがここにあるんじゃないかなというふうに推測しております。で、まあ、実際祠もこの後ありまして、その祠をですねこの後攻略いたします。で、まあ、実際はですね、やっぱりちょっと前回何かこうキーになった場所みたいなところっていうのは必ず祠が全く同じ場所ではなくって、まあ、近くには何らかしらあるんじゃないかなっていうふうに踏んでいいと思いますね。まあ、大体馬宿の近くには祠があるとかですね、そういうなんていうんですかね、パターン的には一緒なんですよね。はい、というわけでですね、入っていきます。でなんかね、もしかしたらここなんかガーディアンいるんじゃねえかと思ってですね、ちょっと一応備えながら行ったんですけど、ガーディアンはいなかったです。それから魔物は若干いました。はい、でボガードがねここにいますので、インパがですねやっぱり来ていると。はい、で行っちゃったんですよね。はい、まあ、気球を一応持ってきてるんですね。はい、でここはですね、まあもうやっぱ忘れ去られちゃった神殿ということで、やっぱ世の中的には忘れられちゃってるのかなと思うんですよね。ね、まあ忘れられたってことは、まあ以前は記憶にあったんでしょうが、何に使われたんでしょうね、昔はね。もしかしたらね、そう数万年前とかね、数百年前はここでなんか儀式的なこととかね、何か大事なものがあったのかなとは思うんですけど。はい、でここねガーディアンはいないんですけど、その代わり魔物がいます。はい、といってもねそんなに強くはないので、ただねリンクのは今のこのハートの量っていうのはね、やっぱりまだね何と戦ってもやっぱり強いなと思うんですよね、魔物はね。はい、一応備えます。お、炎の実を使いますか。あ、炎の実は使わなくてもいいと思うんですけどね。はい、青僕はね、やっぱ早めに倒したいなっていうのがあって、武器持っちゃいましたね。はい、まあ、これでまあ順調に倒せましたね。大丈夫ですね。はい。はい。このまだちょっとね、入り口なのでね、で、奥にあるんですけど、これね、ちょっとね、間が空いててね、行けない場所があるんですよ。で、これね、わざとらしくこうやって板があるんですけど、まあ、これで、まあ、橋みたいのを作って先に進んでくださいっていうのが、なんとなくこう、制作者の意図がなんかわかりますよね。わざとらしくね、ほんと見事なぐらい置いてあるんですよ。これね、橋作れますんでね、これ作って、一個一個ね、丁寧に作っていけば橋が作れて、で、渡ることが可能です。で、渡った先にはね、まあ、大概魔物がいますのでね、はい、そこはもう、そんなにね強力な魔物は今のところまだいないんですよ。これストーリーが進んでいくのか、まあ、リンクがね、まあ、ちょっと大物というか強敵というかですね、これヒノックスとかライネルとかそういうのを、まあ、なんか倒していくと、おそらくね今回もね色変わっていくんじゃないかなと思うんですね。
あれこう赤ぼこだったのに青ぼこになってるなとかですね、そんな感じで少しずつ変わっていくんじゃないかなっていうのはちょっと想像してます。まだねちょっと私そこまで確認できてないんですけど、ちょっとねネットの情報もねちょっと実はそこまではね探っておりません。はい、まあおそらく変わるでしょう。それがまあゼルダだと思いますんでね。はい、で向こうにね、ボコが、3人ほどいますね。はい、一グループっていう言い方でいいんですかね。これねちょっとね微妙に足りないんですよね。ただねこれね坂登っていけますんでね、これで、はい、これで登っていけるんで大丈夫です。ただこの高さぐらいはねやっぱ必要だったんですね。こっちのもね板あったんですね。だからもしかしたら取れたかもしれないですね。インパはどうやって行ったんですかね、ここまでね。これは戦わなかったのかな。いや戦いますよねやっぱね。これ帰りもねやっぱ同じことしなくちゃいけないですからね。大胆に行きますか。爆弾、そんな大胆なことしなくてもいいですよ。何をやろうとしてんでしょうかね。はい、ミサイルで、見事外しましたね。弓で、盾で守ってますね。まあここまで来たらもう白兵戦で大丈夫ですよ、ね。はい、火つけてますよ。ちょっとまだね武器がね貧弱だなと思うんですけどね。私ならこの兵隊プレードっていうの好きですね、今のところですね。非常にこの安定した戦いができますね、これね。ボゴブリンの肝とかがね手に入りましたね。まだちょっとね全然使ってないんですけどね、まあ大したもんないですよね。はい、でここもあれですかね、ここもやっぱり渡らなくちゃいけないですよね。あ、木の棒が手に入りましたね。あ、これ作るのかな、作りますね、おそらくね。ね、豆にね武器と食料はね作った方がいいですね。はい、まあこれぐらいの戦闘力あればねこの辺の敵は大丈夫だと思いますね。あ、これ作らないな。あ、作るかな。あ、作りますね。作るかリサイクルするかどっちかですね。ああ作りますね。本当ねこういうこうものづくりは楽しいですよね。この後もねやっぱ相当作りますんでね。であとこの後手に入るんですけど、あのコピーできるねやつですね。一回作ったものはね材料さえ揃ってればすぐ作れるっていう、あの機能非常に便利ですね。これは動画ではね結構後だと思うんですけど、あのリトの村の関連が終わった後にねちょっと行く場所なんですけど、行ける人はね早めに行けちゃっていいと思いますね。あれ地下のどっかにありますんでね。はい、でここの上ですかね。トレルフ使えないんですかね。あ、トレルフ使えなそうですね。おお、でもやろうとしてますよね。まあ、ちょっと隙間があればいけますからね。いけないから、あ、いける。おお、すごい。音でね、判別できるっていうのは非常に便利な機能だと思いますね。これもギリいけますかね。あ、いけます。おお、すごい。ここはいけるんですね。はい。で、この先にね、祠がありますね。あ、ありましたね。はい、祠です。で、これ、祠をクリアすると、まあ、すぐここに来れるようになるっていうですね。まあ、ここ、しょっちゅう来るのかなとは思えないんですけど、まあね、貴重な祠なんでね、この先ですよね、なんかね、巨大な女神像があったのはね。 あそこにインパらしき人がいますけど、インパ先に会いに行くのかな。あ、いや、祠が先ですね。はい、ここで祠です。マヤウシュの祠ですね。マヤウシュの祠はね確かそんなに時間がかかんなかったのかな。はい、まあ、この辺の祠っていうのはね、そんなに、やっぱりあれなんですかね。前回はね、確か難しい祠だったような気がするんですよね。ブレワイン時はね。今回、竜がね、空に飛んだ状態でお会いできてないですよね、そういえばね。ここは火がね、もやもやした竜がね、ブレワイン時はいましたよね。
はい、組み合わせということでですね、なんかこれちょっとね頭使うのってちょっとね、チーク玩具みたいなね、合わせるやつをねやりましたね。で、ちょっとここでね、今現在私が持ってる武器をねちょっとご紹介しますけど、まだねやっぱりね全体的に貧弱なんですよね。でこれ錆びてない、16の武器ありますよね。これはですね、アミーボでもらえた武器です。はい、というわけでね、アミーボは非常に便利です。で昨日なんですけど、私7月に来る予定だったこのブレワイじゃなくてティアキンの、リンクのね、今回発売になった認定の、本当は、ね、5月12日に発売されてたらしいんですけど、それのねアミーボが来ましたね。非常にかっこいいですよ、最新のねアミーボで、はい、まだね実はねちょっとティアキンでねアミーボちょっとやってないんですけど、ちょっと、ね、そのやったこともねちょっとなんかご報告できたらいいなと思います。はい、これ、ね、やっぱねアミーボやった方がいいです。武器に関してはね非常にね錆びてないやつが手に入ったりとかして、戦いには非常に便利だと思いますんでね。もしブレワイとかですね、ブレワイの時のアミーボですね、もしあってお尻の中に入れちゃったりとかですね、ただ飾り物にしてる方はですね、これぜひ使うことをお勧めします。あ、これね、これ肩はめていくんですね。これね左側のやつとね同じようにするっていうのが、これのテーマになります。はい、チーク家具、チーク玩具みたいですよね。はい、もうあれですよね、トイザラスとか行ったらこういうのたくさんありますよね、なんかね。はい、これで回すとこれで合いますよね。はい、カチッとはめました。でこれで奥の方に行けますので、はい、まあね、ほこら恒例なんですけど、前半は簡単なんですよね。後半からねちょっと頭使うようなものになっていきますんで。ただね、錆びて、さっきちょっと武器の話に戻るんですけど、錆びてないやつも全然強化はできますんで、だからね、錆びた武器はね、確実に強化したらいいですよね。はい、なぜ笛を吹いたか、すごいボタン間違えちゃうんですよね、私よくね。はい、これはね、そうですね、誘導弓使った方がいいかもしれないですね。今回ね、このキースの目玉も比較的手に入りますよね。私はね、あっさり手に入っていいなと思います。はい、錆びた剣、今いらないかな、いらないですよね。ああ持ってこうとしてますね。でもね、でね、本当ね、どんどんいろんな武器を作ってね、ちょっと実績作っていくっていうの面白いと思いますよ。これ写真も撮れるんですかね。まあ本当ね、武器に関してはもう無限に増えてきますよね、本当ね。何種類ぐらいになるのかね、ちょっと全体には分かんないですけど。で、あと、なんかね、これ何で見たのかな、ツイッターで見たのかな、斧がね、なかなか作れないですよねっていうふうになったんですけどね、僕ね、斧はね、基本的にね、馬宿に行けばあるんで、で、斧武器で使うのかって言ったら、使えますよね、ほとんどね。緊急事態ですよね、ほんとね、斧ってね。だから、斧はね、作るっていうよりもね、まあ、馬宿にもらいに行くっていうぐらいでいいと思いますね。はい、でね、ここですね、これは左側のやつを、このね、これを転がってるやつで、まあ、作ってくださいというビルドですね。まあ、頭使いますね、相当ね。これは、ね、最近Google の CM で、なんかこういうのを、なんかなんですかね、アプリでね、世界的に言ってる、要するに、チーク的なアプリ、あれすごいですよね。でもあれ、なんていうんですかね、日本国内とかだとね、こう教育機関なんかがまとめて買ってくれるかもしれないですけど、海外の場合どうなんですかね。先進国はいいでしょうけど、途上国なんてね、どうなんでしょう。まあでもね、100円でみんなが勉強できるんならつってね、国が投資するんですかね。これなんだっけ、ゼルダ、あ、ちなみにそうだ、思い出した、このゼルダすごいですよね。もうなんかギネス記録かなんか達成したんですよね。なんか販売がね、短期間で1000万本以上超えたんですよね。すごいですね、世界で1000万人これプレイしてるんですね。
その割にはでも動画は少ないなって思うんですよね。プレイ動画今回そんなには見てないんですけど、大手のね、ゲームやる、ね、攻略動画をやってるところっていうのはもうそれこそガンガンやってらっしゃいますけど、でもなんか今回プレイ動画やってる人少ないなっていうのが率直な感想ですね。これからなんですかね。まだなんか少ないのかなっていうのが。っていうかね、やっぱね、今回のゼルダって結構手間かかりますよね。手間かかるし、すごい時間かかるなっていうのが率直ですよね。まあ確かにね、クリア余裕で、簡単に余裕で80時間くらいでクリアできるよみたいなね、そんなことをおっしゃってる方も、私のね、これチャンネルの書き込みでもありましたけど。はい、というわけで、こんな簡単に、簡単です、これはっきり言って。こんな感じでカチカチってはまっていきますんで。まあそういうことね、小学生の子なんかこういうの楽なんじゃないですか。ね、柔らか頭でね。まあ、おっさんほど頭硬いからね。これもしかしたらなんですけど、ここの上に宝箱あるんじゃねえかなと思うんですよね。ちょっとしくじったかもしんない。ごめんなさい。ああ、ここだったのかな。あ、それか、ここの上か。あ、そっか。そうだ、ここの上だ。エンダーライ、ああ、ありましたね、宝箱ね。これいけんじゃねえかな、これで。これ取ろうとしますね、一応ね。このティアキンすごいなって思うのは、何やろうとしてんだろう、この人。登れんじゃないの、って。これいけないかな。あ、これそうか、もう一段積み上げようとしてるんですね。これつけちゃえばいいんじゃないのかなと思うんですけど、つかないですかね。あ、つきましたね。これでいけんじゃないのかな。でもこれでどうやっていくの。ああ、そっかそっか、もう一個持ってくればいいんだ。このね、一段は確か上がれるんですよね、こうやってね。ああ、なるほどね、考えたね。やってるときは必死なのがちゃんとよくわかる事例ですね。はい。あ、大きなゾーンのエネルギー、これでかいですよ。まだね、そんなにやんないですけどね。でも、いずれ相当役に立つんじゃないかなと思うんですよね。はい、これでまたね、ほこらクリアしました。ちょっと今回の動画でね、やっぱ、ちょっとこれはあれなんですけど、やっぱり前回ブレワイやった人っていうのは、やっぱりポイントポイントのとこに行くとね、必ずほこらありますんでね。まあ、攻略サイト見るとね、もうすごいですよね、祠の場所とか全部公開したりとか、私がよく見るね、攻略サイトの方もね、もう全部150何箇所ね、クリアしましたよっていうのね、わあ、あそこのチームは優秀ですよね、本当ね、何人ぐらいでやってるんだろう、すごいですよね、これ私、祠何箇所目なんですかね、これね。はい、またこれね、毒気が抜けますね、もわんとね。はい、人間ってこういうもんなんじゃないですかね。何かいいものとかね、まあ、例えば神社仏閣とかに行くとね、なんか清い心になるっていうのはこういう効果もあるんじゃないですかね。こう俗世のね、もう汚れたものがね、ちょっと一瞬ちょっとずつ抜けるっていうのがね、なんかあるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、そこまで私ね、信心深くないんであれなんですけど、でもなんかあるようなね、こういうのは気がするんですよね。はい、というわけで、この祠をクリアしたのもしましたので、ごめん、今出てましたね、あれね。まあいいや。で、インパがここにいますんで、ちょっと会いに行きましょう。はい、インパ、はい。はい。地上絵にこのその勘がすごいですよね。私ね、地上絵のことがあると思って来てないんですよ。私的にはね、ここはね、まあ多分祠1個ぐらいあるんじゃねえかなと思って来ただけなんですよ。で、あ、女神像あんじゃねえかなと思ったらですね、ここでなんとびっくりしちゃうんですけどね、女神像ぶっ倒れてんですよ、思いっきり。いやー、これね、お地蔵さんがぶっ倒れてるようなもんなんですよね、世の中でいうと。仏像とかがね、このさ、微笑んでぶっ倒れてるんですよ。
なんかね、これで、このね、これでね、立たすことができんじゃねえかなと思ってね、ちょっと挑戦したんですけど、もう無理で決まってんじゃねえか。でもね、スターウォーズって言ってたんですけどね、大きさに騙されちゃダメなんですよね。はい。で、これでここに来ました。はい。これ謎のね、ちょっと場所なんですけど、ね、なんかありますよね、こうやってね。で、これ裏側にだからあったんですよね。だから、女神像の裏側にこう謎の施設がね。はい。ああ、これあれですね。日だまり草です。あれ？日だまり草初めてかな、撮るの。これね、日だまり草非常にね、持っとくといいですよ。あれ、どこでしたっけ？かかりこ村かな？かかりこ村のイベントで使えますよ、これ。うん。だからね、日だまり草を見つけたら必ず確保しとくことをお勧めします。お店のこの、これでちょっと動画にしてると思うんで、ちょっとすみません。後日の動画見てください、ぜひ。はい、これですね。これがね、地上絵のことがね、これざっくり地上絵の場所が書いてありますんで、これね、参考にするといいと思いますよ。まあ、といっても攻略サイトにもバッチリ出てますけど、その辺は。これがね、すべての地上絵っぽいんですよ。これだからね、太古の昔に、これ残したんでしょうね。地上絵ってここにあるよっていうのを。これは相当昔の話ですよね。はい。これ一番左側のね。はい。で、次になる絵。まあ、このもうすぐ近く、リト村のすぐ近くにありますんでね。うん。これね、やっぱりね、地上絵って順番があるみたいで、私ちょっと順番無視してね、一個飛ばしてみちゃったんですけど、まあ、いずれ全部順番通りにね、流すっていうのはありですよね。はい。はい。どんどん行きましょう。はい。こっから先はね、まあ、リンクがね、自分で勝手に見ていいみたいなんで、一番最初のやつはね、インパと見ましたけど、ということで、はい、ここで地上絵のある程度の位置が分かりましたんでね、次回以降ちょっとこの竜の涙もね、見ていこうと思いますのでね、よろしくお願いいたします。まあ、これで、ね、順番ですね。これはまあ左下ですね。もうこれもほら、お城の近くですね。この右側にもね、これね、あれなんですよ。なんだっけ。シーカーストーンじゃねえや。なんとかパッド。プルアパッドがね、昔であったっていうことの証明ですよね。はい。というわけで、今回の動画、そろそろ以上となります。最後までご視聴ありがとうございます。またちょっとリンクがね、見てますけど、すいません。締めの言葉です。最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。ありがとうございます。